ふと一指名されて始まった僕の東京、読売巨人軍でのプロ野球人生、安倍晋之助の後継者として期待されてスタメン盗塁、阻止率4割残して連覇に貢献、侍ジャパンに選ばれ打率4割5分で首位打者、オールスター初打席では由伸もびっくり初球をホームラン、世界の小林春先だけ打ちまくる、4月の打率7分、セリーグ首位打者、負けるな小林、ドラフト4人キャッチャーでも怪我で奪われたスタメンの座、実力で奪い返